はい、というわけで、見に行きました劇場版バンドリエピソードオブロゼリア2ソングアイアムでございますね。朝一見に行きましたけどね、なかなか最高来てから、はい、映画館に行きましたけども、まあ、今回ちょっと、まあ、ネタバレなしで感想と、まあ、ちょっとグッズをね、開封していこうかなと思うんですけど、まず入場特典、今回は、ボイスアクターカードだったかな。はい、こちら、僕の大好きな、氷川さよさんを演じられています、工藤遥さんのボイスアクターカードをね、ゲットすることができて、幸先いいなと思いましたけど、あとこちらが、パンフレットかな。今回なんかパンフレットが結構分厚いんですよね。これまあ中身はちょっと見せれないとは思うんですけど、まあ、ちょっと自分でどんな感じか見ていこうかなと思います。でね、今回の、まあ、ロゼリア、まあ、エピソード1を見られた方、まだ見られてない方もいらっしゃるかもしれないので、エピソード1もあんまり話せないんですけど、ね、今回の2はね、割とね、中身がすごいこうしっかりと描かれてて、1の時は、まあ、どちらかというとこうテンポよくというか、おーおーおーみたいな感じでね、結構ポン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 進んでたんですけど、今回は、ね、すっごいしっかり描かれてた、わーと思いながら、結構今回は内容ががっつりだなと思いながら、あとはちょっとまさかのストーリーもありました。えっと思って、あ、ここがあーそうっていうようなストーリーがあるんで、意外とね、やっぱりガルパをやってる方も楽しめます。むしろまあガルパをやってる方は楽しめるかもしれない。本当にあ、そっか、ここかっていうようなところが出ますんでね、ちょっと見ますね。あー、なるほどなるほど、はい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 、まあ、ちょっとこれがパンフレットです。普通にしっかり、あ、結構がっつりインタビューとかもいろいろ書いてあるから、これなかなか楽しめますね。ちょっと、まあ、内容はね、見せれないんであれなんですけども、まあ、こんな感じで、意外、こういう感じのケースも結構しっかりしてますね。はい、まあ、これがパンフレットですね。すごいガッチリしてますね。で、あとは、こちらですね。トレイン缶バッジ。今回は3種類ですね。まあ、さよさんをね、狙っていこうかなと思いますけれども、まあ、結構いろんな人が映画で、まあ、今回の映画なんだけど、まあ、毎回言ってたのカメラワークなんですけど、エピソード1よりもカメラワークすごかったと思います。なんか、お、すげーと思いながら、あと、やっぱりライブシーンがすごい今回はてんこ盛りというか、もう本当にライブ見てるような感覚ですね。ものすごいライブシーンが多かったんで、わ、すげーと思いながら、はい、リンコちゃんでございますね。これ全部で10種類だから、これがタイプ何なんだろう。おそらく、まあ、シンプルなタイプのリンコちゃんでございますね。今回、まあね、リンコちゃん大活躍でございましたからね。まあ、エピソードフロゼギアなんで、まあ、キャラクター全員活躍してるとはしてるんですけど、まあ、やっぱりリンコちゃんはね、その中でもかなり光り輝いてたんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ2個目ですね。あ、キラキラしてる。ほら、これで。はい、リサネーでございますね。今回も、また、大活躍してましたね、リサネーね。まあ、今回ちょっと多分全員大活躍してましたねって言うと思いますけど、いやー、このリサネ、これが多分あれだね、タイプ B というかキラキラしてますね。これいいね、かっこいいですね。ちょっとぼやけちゃってますけど、わかりますかね、キラキラしてて、すごいいいですね。はい、リサネ推しの方、すみません。さあ、ラスト1個ですね、ラスト1個。この後ね、エピソードオブロゼリア2の、オープン楽曲が追加されますから、あれがすごい楽しみなんですけれども。さあ、ラスト1個。これはでも、もう紫ですから、なんとなくわかりますね。あれ違う、アコちゃんだ、やったー、うちのアコ姫ですね。ダークウォーカー宇田川アコちゃん。ちょっとごめんなさい、トラウマだったんですいませんね。はい、アコちゃんですね。ということで、ちょっとまあ、さよさんは出なかったんですけれども、すごいね、缶バッジもめちゃめちゃいいじゃん、これ。クオリティなあ、めちゃめちゃいいよね。ということで、まあ、今回はちょっとね、エピソードオブロゼリア朝一にね、見ていきましたけど、すごい良かったです。ストーリーもね、すごい丁寧に、まあ、笑いどころもちょっとあったりして、楽しく見ることもできたし、やっぱりライブシーンがすごいかっこよかったですね。カメラワークはもちろんなんだけれども、やっぱりその音の映画館ならではの臨場感というか、やっぱりあそこはね、劇場に行ってみないとわからないなとは思いましたね。ということで、まあ今日からね、始まりました劇場版バンドリーエピソードオブロゼリア、皆さんもぜひとも、見ていただければなと思います。次回のサークルはさよとひな入れ替わる、ゆきなの三者面談にリサがいる。次回も絶対見てくださいね。